お疲れ様です。名言セラピーの翡翠小太郎です。今日は9月9日までに絶対に聞いてほしい話をお届けします。いよいよ近づいています。9月9日、願いが叶う、夢が叶う一大イベント、朝陽の節句です。別名菊の節句。9月9日、奇数が重なる日は最も天のパワーが強くなる日で、最大の陽である9が重なることから朝陽の節句と言います。陽のエネルギーが最も強いタイミングであなたの抱負を語りなさいという日で、開運アドバイザー蔡良平先生曰く、この日こうなったらいいねと話し合ったことで、これまで叶わなかったことは一つもないそうです。そしてこの日に欠かせないのは日本酒と菊の花、そして志を同じくする同志です。朝陽の節句は思いを同じくする同志と一献傾ける大切な日で、夢を語らい旬の食べ物をいただく最高の宴の日です。食べ物の旬で言えば、この時期は秋ナスや栗、松茸や舞茸、イワシやカツオ、サンマ、アワビ、クルマエビなんかがまさに旬です。翡翠的には栗ご飯なんかがもう最高に大好きです。蔡さんは毎年この日は特別な存在である奥様と菊の花びらを日本酒に浮かべて飲み交わし、日頃の感謝やお互いの夢や目標を語り合うそうです。この日ね、一緒に語り合ったことで叶わなかったことは何一つないそうです。お酒が飲めない人は菊茶でもいいです。菊の花は皇室の紋章でもあり、昔は特別な植物として一般市民にはなかなか手に入らなかったそうですが、ね、菊は昔から毒素を排出する効果もあり、肌に潤いをもたらすことから、昔の貴族の女性たちは菊の花についた水分を集めて体を拭いて肌の潤いを保ったそうです。一つね、翡翠からアドバイスさせていただくと、小さなスーパーには食用菊がなかったりしますから、菊の確保は早めに動いてください。去年なかなか菊が手に入らなくてパニックになって右往左往した翡翠からのアドバイスです。そしてこの日ね、一緒にお酒を飲む同志がいないという君へ、これをやるんだって決めて動き出すと、必ずねその時同志が現れるから大丈夫です。そしてね、あなたが何よりあなたの大切な人の同志になればいいんです。さて、では9月9日に向けてやっていただきたいワークです。やりたいことリストを付箋に100個書き出してください。付箋はね、4センチ4センチくらいがちょうどいいかなと思ってます。1日で書き出せる量は50個ぐらいなので、3日に分けて100個書き出してみてください。書くことで自分のやりたいことには傾向があることに気づけるはずです。そして項目ごとに分けてノートに貼っていきます。家族のこととか、僕だったら本のこと、YouTube のこと、イベントのことなど、項目ごとに分けて、その項目の中で優先順位が高いものから順に付箋をノートに貼っていきます。そして日付を入れられるものはいつまでにやりたいか付箋に締め切りも記します。付箋を100個書いたノートを、ね、ぼんやり眺めているといろんな気づきが生まれてきます。自分は何のために生きたいのか、どの方向に行きたいのか、誰を笑顔にしたいのか、どんな人たちに役立ちたいのか、自分は何を経験したいのか、ね、100個書き出したノートを見ていると大きな方向性が見えてくるんです。ぜひ9月9日までにやりたいことリストをね、書き出して自分の頭を整理させて、朝陽の節句9月9日は菊の花びらを用意して、仲間と一緒に旬なものをいただきながら、ね、日本酒で夢を語り合って予祝してください。では最後に、その夢がね、
全部叶った時にするであろう自分の最高の笑顔を想像してみてください。もう100リストね、全部叶った時の最高の笑顔を想像してみてください。想像した？その自分に心からのありがとうって声に出して伝えてみてください。ありがとうって、もうね、夢が全部叶った時にするであろう自分の最高の笑顔を思い浮かべて、その笑顔を先にしちゃう。それがね、前祝い予祝です。そしてその自分に心からのありがとうを伝えてあげてください。というわけでね、よければ9月9日までにこれをね、あなたの大切な人にもね、シェアして、一緒にね、どっか集まって100リストを書いてね、9月9日に予祝の乾杯なんかできたら最高だなと思っています。というわけで今日も頑張ったね。お疲れ様でした。また明日。